愛良市立加茂中学校は、鹿児島県愛良市加茂町北に所在する市立中学校。同市の加茂地区にある唯一の中学校であり、加茂地区の全域を校区としている。1947年に新教育制度に基づいて、加茂町立加茂中学校が設置された。5月2日に、加茂小学校の行動を借りて、開校式が行われ、 5月12日から授業が開始された。当初は、加茂青年学校の校舎の一部を借りて授業を行っていた。また、漆、西の浦、大仙に文校が設置され、これらはその地区の小学校を曲がりして授業を行っていた。本校は11学級、漆文校は2学級、西の浦文校は2学級、大仙文校は1学級の合計16学級で、 生徒は812名、教職員29名であった。1948年3月に、加毛青年学校が廃止となったことから、その敷地と校舎を引き継いで、完全独立した。4月29日に新校舎も落成した。1954年4月1日に、漆文校は、加毛町立漆中学校として独立した。その後、随時校舎の増改築が進められたが、 1964年10月に、加茂町内中学校を一箇所に統合する答申がまとめられた。これに基づき、まず1966年5月に、西の浦文校が廃止されて本校に統合された。さらに1968年4月に、大仙文校と漆中学校が廃止されて、加茂中学校となったが、生徒を収容できるだけの校舎がなく、加茂教場、 大仙教場、漆教場の3カ所での分散授業が続けられた。同年7月、現在地に校舎の新築が開始され、1970年4月に新校舎に移転して、正式に統合された。1947年5月に、ガモ宇宙学校の漆文校として発足したが、3学級以上の文校は、独立学校として認められることになったことから、 1954年4月1日に、鴨宇町立漆中学校として独立した。校長は、漆小学校の校長が兼任することになっていた。1968年4月から鴨茂中学校に統合されることになったが、その校舎の完成まで漆教場として存続し、1970年4月に実際に統合が行われて、漆教場も廃止となった。 市内の鹿児島県立加茂高等学校、鹿児島県立加磁器高等学校、鹿児島県立加磁器工業高等学校、そして周辺の鹿児島県立早戸工業高等学校、霧島市立国部中央高等学校といった、公立高校や、鹿児島市内などの市立高校に進学する。ありがとうございます。